ん次の相手がやってくるわ。怒涛の攻めをしのぐって燃えるわね。そうね、小細工なしの力比べって感じで熱くなるわよね。作戦通りだ。そろそろへばってきたんじゃないか。作戦に頼ってばかりじゃ戦えないぜ。闇雲に戦うやつはすぐにへばるが、作戦があればそうはならないさ。よし、完璧だな。
腕が鳴るわね。よし。
いい加減登ってこないで。しつこいやつはモテないわよ。時にはくじ。心も必要なんでガスよ。あ、私もそう思います。諦めなければいつかきっと。ギガブレイク。何よいきなりムキになっちゃって。皆さんあと一人ですよ。作戦通りだ。行ってこい。作戦通りだ。全然動き足りないわ。よく来たな。
また来てくれよな。あら、いらっしゃい。何をお望みかしら。ご用はないかしら。また寄ってね。人が。フローラさん、しっかり。私たちこんなところでやられちゃうわけにはいかないわ。そうですわね。私たちの大切な方と再会するまでは決して。あの二人、な。ならば我らが救い出さねば。いざ、かかるのじゃ。大丈夫ね。ああ、それで、あなたたちは。私、ドアドキアの族長の娘です。お父様とフィアンセの姿が見当たらず、探していたところを魔物に襲われてしまって、うん、もうダメだって時にこのお二人が駆けつけてきて守ってくださったんです。私はビアンカ、彼女はフローラさん。一緒にサラボナっていう町から来たの。サラボナか。またしても聞かんなじゃ。え、もしかしてそれってこの二人も。ああ、アリーナたちと同じように別の世界から来たということだな。やっぱりそういうことになるのでしょうか。この町の様子も私たちの知っている世界とは少し違っていて、不思議に思っていましたの。それで、皆さんは。わしはディルク。この世界を王として束ねる者じゃ。今世界は危機に瀕しておる。長年我らと手を携えてきた魔物たちが突然正気を失い、人間を襲い始めたのじゃ。我らは魔物に襲われた町を救いながら、その原因を探っておるのじゃよ。魔物さんたちが昔のことを忘れちゃってるなら、何とかして思い出させてあげられないかしら。例えば何か思い出の品を見せるとか。そう簡単な話じゃないと思うぜ。とにかくまずはこの町を何とかしなきゃ。それに族長さんと娘さんのフィアンセも見つけてあげないとね。それなら私たちも協力しますわ。フィアンセと離れ離れだなんて、とても人事とは思えませんもの。なら人探しも込みで作戦を組み直そう。まずは町の重要地点を洗い出す、うん、そして付近の魔物をみんなで追い払う。さらにそこを拠点として。また長いやつ。つまり効率よく町から魔物を追っ払って族長さんたちを見つけ出せばいいのよね。うん。仲がいいのね、あなたたち。息がぴったりで羨ましいわ。ん？え？おう。そうかしら。ただの幼馴染よ。ね。ああ。幼馴染。
素敵ですわね。本当に羨ましいですわ。さあ行きましょう。早くお父様とフィアンセを探さないとね。はい。全部やっつけてやるわ。よし、町から魔物を追い払って族長さんたちを必ず見つけ出すわよ。ありがとうございます。本当に何とお礼を言ったらいいか。よいよい、世界を治める王として当然のことじゃ。それじゃこの辺りから始めよう。魔物を倒しながら人探しだ。片付いたな。なかなか見つからないわね。心配だと思うけど諦めちゃダメよ。はい。でもお二人はどうしてこんなにも親切にしてくださるんですか。実は私たちも結婚を控える身、同じ花嫁の危機は見過ごせませんの。フローラさん？まあ、そうでしたか。では、一刻も早く元の世界に戻らなくては。そうですわね。でもその前にあなたの力になりたいのですわ。行くわよー。
それにしても二人ともずいぶん落ち着いてるでゲスね。足なんかこっちの世界に来た時はそりゃもうおっかなびっくりでかしたよ。あら、私たちだって結構驚いてるのよ。でもそう見えないってことは多分一度にすごいことが起こりすぎて考えが追いついてこないからですわ。なんとかしなきゃ。逃がすな。ええ、このままでは危険ですわ。魔物さんに少し離れてもらわなくては。お出ましですわね。ダイヤモンドダスト。
作戦通りだ。気配の正体はバトルレックスか。ちっ、やりにくい相手だぜ。テリーさんがためらうなんて、よっぽど手強い相手ということですね。別にためらってはいないさ。が強敵には違いない。気をつけろ。片付いたっと。とりあえずなんとかなったわね。そうね。ねえ、あら、いらっしゃい。何をお望みかしら。
待ちくたびれたぜ。ご用はないかしら。また寄ってね。俺一人で十分だ。行くぜ。うわぁ、暗いでガスね。足の目でも遠くが見えないでゲスよ。発明品13号があればね、暗闇でもよく見えるよう改造してあげたのに。改造、むしろなくてよかったでゲス。まあこんなもんだ。ここにはいないみたいです。他の場所を探しましょう。Yeah.
そういえば私たちの父も今頃探してるかもしれないわね。ええ。あ、大変。お父様なら捜索に町中の人を使いかねませんわ。あなたのお父様が心配で倒れちゃう前に元の世界に戻らなくちゃね。そういえばビアンカとフローラって同じ町から来たのよね。幼なじみ？お友達だけど幼なじみってわけじゃないのよ。実は私たち数日前にお会いしたばかりなんですの。あら意外ね。息もぴったりだからてっきり長い付き合いかと思ったわ。そうなのです。私もビアンカさんとは初めて会ったという気がしませんのよ。でも幼馴染といえばビアンカさんには素敵なお方がいらっしゃるのね。ええ、まあね。ここにはいないみたいです。他の場所を探しましょう。
わりか。なかなか見つかりませんね。どこで迷子になっているんでしょう。あの二人がこの町で迷子になるってことはないんじゃない？お父様、いらっしゃいませんか？うわぁ、いっぱい出てきたよ。あちこち歩くのも飽きてきたところだ。ちょうどいい運動になるぜ。
片付いたな。行くぞ。片付いたな。すべて読み通りだ。ありがとうございます。うん。ご協力お願いします。お疲れ様でした。お気をつけて。
さあ始めっぞ。念のためもう一度言っとくけどよ、制限時間内にテンションを20まで貯めないとダメだからな。時間内に貯められなかったら試練は失敗だぞ。おい、テンションはどうやったら早く貯まるか知ってんだろうな。コンボ、つまり連続して攻撃を当てると早く貯まるんだ。ま、敵の攻撃を食らわずにガンガン攻め続けりゃいいってことだな。制限時間残り半分、のんびりしてっと間に合わねえぞ。よっしゃ、ここまでは合格だ。試しに必殺技を出してみな。行くぞ。これまでのやつより強力だろ。じゃあ早速実戦で試してみっか。ここからが本番だぜ。サクッとこいつをやっつけてみな。こいつには必殺技以外ほぼ効かねえ。ちゃんと必殺技でやっつけるんだぞ。俺の作戦で倒してみせる。出直さなければ。こいつはテンション20での必殺技以外ほぼ効かねえぞ。必殺技で倒すんだぜ。行くぞ。
かなかやるじゃねえか。俺の作戦に隙はない。あれ、ここには魔物はいないみたいね。ああ、
あなたたち、何を怯えているの？お前たち怖がらなくていいのよ。見ての通り、私たちは魔物じゃないわ。きっとひどい目に遭われたのでしょう。さあ、はぐれていた娘さんをお連れしましたよ。待て、読めたぞ。後ろだ。片っ端からやっつけていくわよ。気配を消して背後から襲いかかる。なかなか理にかなった作戦だ。感心してる場合じゃないでしょう。族長さんたち逃げて。わかりました。族長、走りますか。うん、行けるぞい。ちょっと休ませてくれ。では落ち着いて深呼吸しましょう。せーの、スーハースーハー。爆裂火炎山、爆裂火炎山。
この追いかけっこもそろそろ終わりにさせてもらいますわ。族長さんたち、もうちょっとよ、頑張って。もっと楽しめる相手はいないのか？よしっと、これで本当に魔物はいなくなったわね。うん。さあ、早くあなたの大切な人のところへ。ありがとう皆さん、本当にありがとう。ディルク様、王自ら兵を率い我が娘を、そしてこの町をお救いくださるとは、わしは感無量でございますぞ。なんの、王として当然のことをしたまでじゃ。本来ならもっと早くに駆けつけたかったのだが、他の町も大変なありさまでな。やはり魔物たちの異変は世界中に広がっておるのですな。これは由々しき事態じゃ。族長殿、わしは世界を束ねる者として異変の原因を探り、魔物たちを元に戻したいと思っておる。どんなことでも構わぬ。何か手がかりになりそうなことを知っておらぬか。一つだけ心当たりが。我ら一族に代々伝わる太古の神話、封じられし闇竜についての伝承です。この世の最も深く暗き場所に眠りし闇の竜、その強き闇の力はあらゆる光を覆い隠し、あらゆる闇を増幅させる。その眠りを、決して妨げてはならない。え、闇竜の目覚めは破滅の始まり。世界の調和は崩れ去り、永遠の闇に閉ざされる。フローラさん、あなた知ってるの？昔絵本で読んだ異世界の物語に同じことが書かれていたんですの。印象的だったものですから、私覚えていて。不思議なこともあるもんですな。我ら一族に伝わる伝承も、このお嬢さんがそらんじたものと全く同じです。なるほど、次元島の噴煙や魔物たちの異変に
闇竜が関係しているかもしれないということか。つまり起こしちゃいけない闇竜が目覚めようとしているかもしれないってこと。はい。古い言い伝えゆえどこまで正しいものかは分かりませんが。闇竜の言い伝えは知っておったが、確かに世界の異変と何か関係があるのかもしれんの。だとしたら手遅れになる前に手を打たねば。あの国王様。ん？私たちも皆さんとご一緒させていただけませんか。詳しいことはまだよくわからないけど、この世界で大変なことが起きてるんでしょ。放ってはおけないわ。でもいいの？あなたたちには一刻も早く元の世界に帰らなきゃいけない事情があったんじゃ。ええ、でもこの世界の事情を知ってしまった以上私たちだけ知らんぷりなんてできませんわなんと清らかな心根の娘さんたちなんじゃ。心から歓迎するぞ。いざ共に進もうではないか。ありがとうそれじゃあ皆さん、改めてこれからもよろしくね。ねえ、はい、そうね。ようこそ。さあ、神に祈りを。